さあ、歌い手の皆さん、いよいよ出版の汽笛が鳴りましたよ。何？入稿の汽笛ですって？あれ、もう着いたんですか？早いんですね。では、いよいよ待望の上陸へ上海しましょう。いや、上海へ上陸しますから、さあ、お集まりください。おや？岡春夫さんが見えませんね。岡さん？岡さん？ああ、言いましたか。さあ、上陸です。歌ってください。船は港に、希望は胸に、煙る的の、おぼろずき、鳩場娘の瞳も招く、ああ、花の大陸、第一歩。さあ、これで大陸へ第一歩を印したわけですね。おお、これが有名なガーデンブリッジですか。松島歌子さん、あんたはどこを見ていらっしゃるんです？ガーデンブリッジはこの橋なんですよ。感慨深げに空なんか眺めて。ああ、そうですか。橋にかかった月を見て、それで？水に火のつく上海に、君とはるばる帰り来て、いや、そういうわけだったんですか。いや、よくわかりました。いや、しかしなんですね。さすがは上海ですな。兵隊さんの多いことどうです。いや、兵隊さん、ご苦労様です。は？そうですよ。新橋の緑さんです。よくわかりましたね。あ、そうですか。緑さん、この兵隊さんはあんたのファンだそうですよ。よくお礼を言ってください。あ、時に兵隊さん、あんたは大変お若いようですが、おいくつなんです？え？21ですか。あなた21少年生、花に例えじゃ桜花、国のためならどこまでも抱いて散ります。大和玉、大和玉。さあ、わからん。品ごと来たら僕さっぱりなんで何を言ってんのか見当がつかないんですが。あ、そうそう、樋口静雄さん、あんたは品語が得意でしたね。何を言ってんのか通訳してくれませんか。エジナヤルアルミナクルよろしい、うまくゆこうなら可愛がっておくれ、娘なかなかきれいきれいあるよ、そうですか。いや、チンライですか。チンライって何です？あ、恋。あ、なるほど。娘が綺麗だから恋とこう言うんですね。行きましょう。いや、そういうことなら、たとえ武漢三鎮へでも。あれ、いましたよ、いましたよ。綺麗な娘さんが。あ、ここらへんか。泣いてますよ。もしもし、君何を泣いてるんです？もしもし、あ、こらへんか。返事をしませんよ。あ、そうだ。井口小夜子さん。あんたは優しい方だから、あんたにお願いしましょう。一つ、なだめてやってくださいな。泣く泣くにゃん、夜明けは近い、お日が照り出しゃ、武漢の街も、歌と笑顔と、花咲く港、ぐにゃんぐにゃん、しな娘、しな娘。
ありがとう。いや、おかげで機嫌が治ったようですよ。じゃあ皆さん帰ることにしましょう。整列、前へ進め、止まれ。あ、さあ、ここは元の上海ですよ。あ、さあ、船に乗ってください。間もなく出版です。あれ。おお、かわいいクーニャンが僕らの方に向かってかけてきますよ。さては僕に別れるのが辛いんで。もしもし、クーニャンさん。あ、アダムのしんちゃんはここにいますよ。よく来てくれましたね。何？違う？じゃあ誰に？林さんに。林勲さんにですか？おかしいね。林さん、あんたこのクーニャン知ってるんですか？船はゆくゆく白波の月のデッキの潮風に胸の炎の火車まで語り明かした君とあれ、ああ懐かしいの上海頃。なんだ、そんなこととは知らないで僕はまた、アホらしい上海頃。